はい、酒好きの新潟人の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はね、日本酒です。麒麟山のね、原酒。これ結構前に買ったんですけど、飲むの忘れてて。アルコール度数が21度以上、22度未満。原材料名が米括弧、新潟県産と、米麹、括弧新潟県産米と醸造アルコール。麒麟山酒造株式会社。伝統辛口原酒。伝辛。麒麟山伝統辛口を、原酒という力強い味わいでお楽しみいただけるお酒です。品質管理のお願い。品質管理が行き届いた酒販、主販店に販売をお願いしています。ご購入後は光の当たらない涼しい場所にて保管いただき、開栓後はお早めにお飲みください。製造年月日が2014年の5月の23日。11ヶ月ぐらい前なんだけど。まあいいか。まあ別に悪くなることはないだろ。まあ、賞味期限ないですからね。今日はですね、じゃあこれは何かというと、つまみはですね、これ何かというと、じゃがーん。これね、かつお節なんですけど、例のごとくあれですね。なんだっけ、玉ねぎ。玉ねぎに、かつお節かけて、で、なんだ、味ポンをかけた、やつです。あ、それだけ。はい、いただきます。うん。うん。玉ねぎおろしてる最中に、涙が、目がやばい。うん。うん。うん。まあ。まあまあいけるか。うん、そんじゃ、お酒いただきます。乾杯。21度だからね。うわ。うわ。うわ、これはすごい。強烈だ。21度以上22度未満ってことはこれ。あれだぞ。梅酒にも法的に使えるという。梅酒は確かね、20度未満のお酒をつけちゃダメなんで。これ梅酒にも使える日本酒ですよ。原酒って言ってもね、この麒麟山の原酒はね、別格にね、度数が高い。なぜか。別格に度数が高い。普通の日本酒が15度ぐらいでしょ。でね、それの原酒がだいたい18度ぐらい。これ21度でしょ。たっか。てか、これ。辛口。辛いけど、辛い。辛いな。辛い。辛いんだけど、辛いのはわかるんだけど、すっごい濃厚。淡麗じゃない。これで淡麗だと嬉しいんだけどね。ちょっとすごい酒の味がもうブワーっとくるね、濃厚すぎる。もう味が重厚だよね、これ。すさまじく。すさまじく味が。
重厚すぎてちょっと、もうちょっとあの、水っぽい方が好きなんだけど。もう、濃厚すぎる、これ。もう甘い。っていうか、辛口とか言ってるけど、うん。あのね、辛口だけど、米のさ、あの、あれ、味がすっごいするから、なんか甘い感じはするよね。うわぁ。これはちょっとあかんぞ、これ。甘いっていうか、あの、酒の甘さがだいぶ来るね。辛口っていうか、うん、なんだろうこれ。辛口なんだけど、なんか甘いんだよな。なんか、日本酒の、こう、あの、あれだね。うわ。あれっぽい。あの、甘酒のね、あの、酒粕の味がする。すごい。うん。うん。なんか、あんまり好きじゃねえな、これな。濃厚すぎるんだよ、ちょっと味が。うん、ちょっと味が濃厚すぎんな。これちょっとストレートきついっていうか、ロックだな、これ。これロックだわ。これロックだな。ストレート飲むとむっちゃ甘い。甘これ。なんじゃこりゃ。甘これ。水で割ってロックにした方がいい。こんばんは、若岡の翔子です。今日はですね。酒屋さんにおすすめされ。天下。嬉しいですね。ロックにしてみるとすごい。米の甘みが。これね、甘い。辛口っていうか、甘い。うん、表現が難しいね。辛口なんだけど甘い。なんか、あの、ものすごい酒の、あの、香りっていうか、が、非常に強いんだけど、こう、荒々しい香り。でも、味自体は結構甘い。そういう意味でちょっと、なんか、うん。これ、なんなのこれ。これあの、日本酒度はいくつ？日本酒度がプラス6。やっぱ微妙にそんなに辛口でもないんだね。プラス6だから、まあ。俺プラス10ぐらいがいいと思う。プラス8か10ぐらい。うん。プラス6だとまだあれだな。やっぱ甘めだな。あ、これはちょっとロックだな。ストレートだとちょっと濃厚すぎて、ひどい。ひどい。あの、
淡麗じゃなさすぎて、もう淡麗の真逆を行くような感じがするね。ものすごい濃厚。ブワーっとこう甘さと香りと酒の匂いと日本酒の匂い、米の匂い。非常に強い。これは水で割って、ロックだな。ああ、これあんまうまくねえな。これ俺、淡麗じゃないもんだって。どう見ても淡麗じゃないもん。濃厚なんだよ。すっごい。これ非常に濃厚。まあ、せめてロックだな。ロックにしてちょこっとこう、水を加えるぐらいが多分いいわ。これはあかん。これはちょっと開けまへんで。これはあかんわ。きっつい。度数もさることながら味がもうブシャーって。甘いの好きな人にはいいかもね。コクがさ、で甘さがもう、香りも、もう非常に強いね。これまずい。俺はこの真逆を行く酒が飲みたい。日本酒としたら、真逆だね。4、4、5、2です。ご視聴ありがとうございました。